はい、ナイス、うまい。はい、ナイス。ナイス。ギリギリまで飛んどいてほしいな。ギリギリまで飛んどいて。もう一回行こうか。手の出し方やな。途中までキャッチ、途中までっていうかもうキャッチしに行って、まず基本は。キャッチしに行って取れへんと思うから弾くからな。だから今弾きに行ったから失敗するの。キャッチしに行って、おお、うまい。何でもせやけど、例えば正面来て。正面来たら一番いいのはキャッチやな。正面キャッチ。キャッチできひんから弾く。最初からゆっくり行けて。弾きに行こうとかで手だけバーンって出してる人は心見えへんぞ。最初はあくまでシュート来たやつはシュートに反応するやんな。転がし。シュートに反応して基本はキャッチに行くよ。キャッチしに行ってできひんから手伸ばして弾くからな。で当然両手をこう伸ばしてるより最後は片手でグッと伸ばした方が遠くには届くよ。でも顔の前で取りたいんやったら最後までボール見て最後片手です。 OK、 必ず最初は絶対に続けてキャッチしに行って遠いな片手出すな。遠いな。 OK、 遠いよ。今あれだって指先やもん。ちょっと強引やって取れるけどな。別に取れるけどな。荒木さんこれ得意やで、取れるけどな。ナイス、いいよ。ちょっとコース、おい、ナイス、うまい、うまい、うまい。ナイス、ピッてもコーナーキック。やり方合ってるし、他の人も聞いといてよ。やり方合ってるけど、ボール触ったポイントがどう、前やった、後ろやった。せや、後ろやからボールは後ろ行くな。で正面キャッチでどこに取るんやった。顔の前やろ、だから右足出して、はい、体倒してしゃがんでしゃがんで手伸ばして顔の前、それも後ろ、後ろ行ってるからボール後ろだからな。もう一回やって、顔の前ってやったら弾けるから。ほんで最後弾きたい方向までしっかり見て、下がって、どんどん行って顔の前、ナイス。えっ、はい、おっしゃ、惜しい。もう一回行こう。今のもせや、完全に弾きにいてる。まず両手出さなあかん。あいこう、片手で最初から行ったら絶対取れへん。まず両手でキャッチしに行く。いいか、はい、両手で取りに行って弾く、ナイス。そういうことやな。はい、逆行こう。いいか、はい、おー、ナイスナイス。あー、後ろ行ってるな。もう一回行こうか。ええよ、はい、おー、ナイス。動けへんねん。そう、飛んどいて、はい、ナイス。ボール見て、はい、いいか。そこ止まってたら絶対無理。はい、いいか、おー、ナイス。合ってる合ってる合ってる。手のここの甲でな。はい、いくよ、はい、はい、ナイス。めっちゃうまい。見てた誰か、ほんまに俺見てなかった。さあ取っといて、はい、おー、ナイス。あれも、あー、また後ろ。もう一回だけ言っとくか。飛んどいて、はい、そう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 、ナイス、はい、いける、ナイス。うまい、紐当たってる、ナイス。最後、はい、おっしゃ、新しいニューセーブ。